三菱電機。お風呂、お風呂、バップルンのお風呂、お風呂。さあ、入れていきますよ。予想しよう。多分ね、茶色っぽくなる。じゃあまずは柚子の香りから。いやー、あー、いい匂い、いい匂いだ。よっしゃー、おー、綺麗綺麗、黄色くなった。じゃあ次、生姜の湯。生姜、おー、いい、黄色くなってきた。バラの香り、どんどん入れてこう、どんどん入れてこう。いや、アミノ酸、アミノ酸、アミノ酸、うわっ、紫だ、ロイヤルゼリー。おお、すごい色だ。もうすごい色になってきた。ちゃんと混ぜてね。おお、すごい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 、青青、なんか炭酸ガスで具合悪くなりそう。ただもしかしたらね、毎日使うよりも一回で使った方が疲れ抜けるかもしれない。きたねー。まだ30袋もいってないんですけど、きたねー。まだこんなに入ってる。うわ、ザラザラしてる。下ザラザラしてるよ。よし、もうすぐ終わり。よし、なんか最後にラスボスみたいなの入ってた。露天の宿、この中に10袋入ってる。ラストスパート、10 9 8 7 6 5 4、はい、3 2 1、終わりでございます。100袋入れました。見た目は悪いけど相当レベル高いよ。はい、こんな感じの色です。予想通り茶色です。コーヒーみたいになってる。これすごいな、これ。うおー、もう泥水みたい。すごい、これはめちゃすごいよ、これ。はい、それではゆっくり浸かりたいと思います。3200円分ね、元取らないと。水も用意してね、ゆっくり入ります。いざ、25年の疲れを癒しに。熱っ、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 熱っ。やべ。